アイテム番号 SCP-1007-RU オブジェクトクラスケテル特別収容プロトコル SCP-1007 の収容室は高い気密性が保たれなければなりません。入室する場合は完璧な防護服を着用し2へのロックシステムを通過してください。 SCP-1007 との接触後は滅菌シャワーと6時間の隔離が義務付けられます。職員に感染の兆候が見られた場合、すぐさま安楽死させ、遺体を焼却してください。収容室の気密性低下は危険性の向上とみなされ、こうした事態に対応する通常プロトコルが作動し、加えて収容室や隣接する区画には超高温殺菌が施されます。現在 SCP-1007 はサイト7に保管されています。説明。SCP-1007 は、かつて科学で解明することのできなかった、神経に負荷逆の段階的突然変異を引き起こすウイルスです。耐痛域は指数関数的に増大しますが、細胞変異の段階以降の直前に、感染者はほぼ耐痛域に達する痛みを感じます。ウイルスは飛沫核感染や接触感染、血液感染などの経路をたどります。SCP-1007 に感染した生物はウイルスのキャリアとなります。潜伏期間は2時間から4時間です。その間、ウイルスは中枢神経系や脳に広がります。潜伏期間が終わると感染した生物は、強い痛みに襲われて気を失い、数分後に意識を取り戻します。この瞬間を症状が発展していく開始点とみなすことができます。症状の段階数は無限であると思われますが、今までの記録の中では、人間が第7段階まで生存できると思われるケースは一つもありませんでした。実験用マウスを使った一例によると、マウスは第9段階まで生存した後、死亡しました。各段階は次のように経過します。当該段階へ移行して一定時間が経過した後、被験者はその時点での耐痛域を超えない程度の非常に強い痛みを感じ始めます。およそ36時間後に痛みは強まり、最終的にキャリアは気を失いますが、数分後に意識を取り戻し、次の段階に移行します。活発、気で被験者が経験する痛みは、抑制することも、いかなる基地の方法によっても弱めることはできません。いかなる鎮痛剤や精神安定剤も身体に影響を与えません。活発、気において被験者は意識を失うことはできません。不活発、気では、耐痛域は指数関数的に増大します。この現象の長さは48時間から108時間で変動し、その間被験者は痛みを感じません。特筆すべきは、活発、気は、不活発、気や疼痛域、耐痛域とは無関係であるということです。HOI-1007-1、人体実験は O5 の特別な許可を受けた場合にのみ行われます。人間を用いて第6段階まで進行させるあらゆる実験申請はすぐさま却下されます。まずはその痛みを想像してみることです。5、4。 HOI-1007-2 第1段階活発フェーズの開始と終了時点における被験者との会話速記録からの抜粋。それぞれ感染から2時間12分と2時間17分時点。被験者、意味がわからない。あんたたちは俺をデタラメ菌にでも感染させたのかい。ルギーニン博士、今の気分を述べてください。被験者、普通だ。何も起こらないぞ。間抜け目。2時間もこうして座って、何もな。ああ。泣き声へと変わっていく被験者の悲鳴。これ以降、かの言葉には金切り声とすすり泣きが入り混じる。被験者、クソ、畜生、やめてくれ。何なんだ。ルギーニン博士、記録してください。被験者、何が必要なんだ。俺は、
全部言ったぞ。俺は全部言った。何もかも喋った。やめてくれ。連中をレイプして殺した。やめてくれ。やめてくれ。ルギーニン博士、落ち着いて、どこが痛むか言ってください。被験者、ボソボソと、頭、皮膚、心臓、骨、歯、助けてくれ。お願いだ。助けてくれ。ここで被験者は気を失う。ルギーニン博士、少し待とう。3分経過する。被験者、俺に何があった？コモフ助手、48時間後に思い出すさ。ルギーニン博士、コモフ、黙りなさい。ホイ10073、SCP-1007 の研究を管理する、ルギーニン博士による王語評議会での上申の速記録からの抜粋。ルギーニン博士、最後に、私はこのウイルスの実験中止と根絶を主張することを付け加えておきます。狂信者と思われたくはありませんが、これは悪魔の創造物なのです。王語、4、博士、我々はすでにこうも強く実験を制限してきました。ウイルスを駆除してはなりません。もしあなたが、活発フェーズの状態で副作用から抜け出すことを可能にしたら、ウイルスはとても価値のあるものになります。ルギーニン博士、活発フェーズでない時でさえ、感染者はあなたたちが夢にも思わないような痛みを感じる可能性があるのです。王語、に、わかっています。しかし、感染者が意識を保ち続けるという事実、これは、ある場合では非常に有益なものになるとは思いませんか？ルギーニン博士、思いません。私は、あなたの見解には絶対に賛成しないと言わざるを得ません。王語、に、そういうことでしたら、博士、あなたにはこのプロジェクトから身を引いてもらうことになると言わざるを得ません。あなたの助手は誰ですか？ルギーニン博士、コモフ、研究員のコモフです。王語、4、ちょっと待ってくれ、それはもしかしてルギーニン博士、はい、あなたたちはそれでも私を辞めさせますか？王語、に、そうなります。あなたの助手があなたの役に就くでしょう。王語、4、コモフは症状を第6段階まで進行させたことがあります。彼はサディストですよ。王語、2、精神鑑定はそう示していません。個人的には、単に彼はルギーニン博士より強い精神を持っていると考えています。いずれにせよ、これについては後ほど決定します。ルギーニン博士、しばらくは書類をコモフ助手に預けてください。ルギーニン博士、あなたたちが今何をしたのか、いつかわかりますよ。ホイ、2000、年、月、日、第9段階直前までの人体実験の許可が下りた。研究員コモフ。チャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですんですんですん。